まあ、正直言うと本当に佐賀が嫌だったんですよ。舞台に立てることがすごく芸能人になったぐらいの気持ちでおったけど、はい、現実全然そうじゃなかったっていうのはすぐに覚えてるな。やめたかったです、とにかく。本当にもうマジで皆さんが思ってるよりも田舎なんで佐賀は。いい意味でも悪い意味でも本当に何もないんですけど、これがね若い時はね受け入れられなかったんですよ。出たい出たいがね、いろんな仕事も呼んでもらったんで、今度はなんか自分たちがどっか佐賀のためにねなればめちゃくちゃ嬉しいですね。っていうのをなんか改めて思いましたね、これを。で、来てここにやらんといかんって、やりたいっていうのもね思ってくるよね。2021年1月佐賀を盛り上げるべくプロジェクトはスタートしていた。始まりました。始まりました。じゃっこんな緩い感じで始まっていいかなと思うぐらい緩いですけど。何しに来たんですか。呼ばれたから来たんですよ。二人仲良く来ないでしょ、事務所に。何かの打ち合わせがあるっていうだけ聞かされてきてます。はい、佐賀県住みます芸人。はい、そうです。吉本と佐賀県のある企業さんとコラボ商品を作ることが決まりました。うわー、すごいやん。へえ、決まりました。決まりました。あ、仕事ができますね。だいたいこういうのはやろうと思うんですけどとかの依頼はあったけどね。で、ポシャるのよ、ね、そう吉本あるあるね。あるある。あ、決まりました。作りましょう。あー、すごい。すごい。何ですか。どんな企業なんですか、うん、それは今から行くんで。あ、もう行くんですか。おお、いや、大丈夫ですか。普通の私服で毛玉まみれです。打ち合わせで聞いてたから毛玉まみれよ。行くんすね。行きます。わあ、すごい。よかったね。コラボ商品。コラボ商品、吉本と。俺ら初めてかもしれない。確かにそういうのはね。うん、今までもう何年ぐらいになる、すみます芸人になって。もう8年、7年ぐらいになりますけど、初めてです、うん、商品は。嬉しい限りです、ね。そこの企業がどんなものがですよ。こっちとら吉本よ。確かに吉本とね、まあ肩を並べていい企業なのかどうか、お前好感度だけ下がるぞ。そんなこと言う、反射じゃないですよね。チェックされてますよね。チェックしてます。もちろんね。大丈夫です。大丈夫ですか。あの白い歯にちっちゃなバッグ持ってる社長じゃないです。日焼けしてて、うん、じゃないですよね。大丈夫です。あ、よかった。まあ、楽しみやな。でもこれ分かりは。ちなみに食品です。あ、おお。あ、食品を作ってる会社。そうです。とコラボ。はい。あら、お前いいんじゃない？なんで？もう調理師免許とか持ってるからさ。いや、あの開発しますよやったらいいけど、もう決まってるんだから。あ、でも開発でも物は決まってる。物は決まってる。あ、決まってないですか？あ、じゃあそれは俺開発携われるのか。ほら。さあ吉本辞められるチャンスや。頑張ろう。吉本でもうちょっと。転職だ。すごいな。これはやる気出ますね。そうかそうか、嬉しいな。俺らのこと知ってるんですかね、そこの企業の方は。一応佐賀の方なので、一回お話した時は、はい、知ってます。メガモトさんと間違えてる感じ。テレビ出てるからね。目から始まるし、よく先輩はね、行った時にあれってなる時あるもん。あと非常に大人の対応で気を使ってらっしゃるから。まあそれも含めてちょっとお会いできるなら。そうですね、今から行きますので。よしよし、行きましょう。めちゃくちゃ中洲を通ってきたけど。そうよ。あとお前今日、うん、手ぶらなんやな。いや、そうなんよ。あの情報伝達がなさすぎて。打ち合わせで聞いてたからね。いや、そうなのよ。事務所で打ち合わせで聞いてたから。大事な顔合わせやろ今日。どこ。そこです。どこ。え、これこれっす、これっす。めっちゃ有名なとこやんか。川太郎っすか。そうです。うわ、でかっ。大丈夫じゃないってよ。俺らじゃ無理やって。最悪や。いや、ほんとにスーツ買い行きましょう。大丈夫ですか。毛玉まみれやって。トレーナーの毛玉は良くないって。うわー、これでかいぞ。本当ですか。ここ。ここです、ここです。うわー、老舗じゃん。マジか。すごいですね、こことコラボ。ちょっとすごいよ。正直ね、行ったことないです。いや、若手の僕らが行けるぐらいの、まあ、お安いとこじゃない。めちゃくちゃ美味しくて、まあ、値段もそれはちゃんとするとこです。立派なお店です。二人が向かったのは呼子以下の名店川太郎。若手に似つかわしくない老舗で商品開発が始まろうとしていた。え、こんなでかい。でっか。これすごいわ。こんぐらいあるぞ。これ特に大きいです。大きいですか。めっちゃおるんやけど。
めっちゃでかいなこれ。知ってるですよね。ご自分のとこですよ。はい、何匹ぐらいいるんですか。まあ、キロでね。キロ単位やもんね。キロでいつも。でもこの生けす見ながらご飯食べることもできるみたいな。それがメインです。贅沢だわ。最高じゃないですか。ですです。生けすってあの水槽みたいな居酒屋の片隅にあるぐらいのもんって思ったら、ね、失礼しました。なめるなよ、ここ川太郎やぞ。お前は川太郎のなんだ。初めて来ました本当に。川太郎は創業60年を超えるイカの池作りの発祥店。昭和36年料理人だった創業者が船でイカをさばいた際の動く姿に感動し、日本で最初にイケス料理を始めたとされる老舗である。そんな名店でどんな商品が生まれるのか。前々からなんか知ってた。川太郎は知ってます、もちろん。はい、僕このもちろんです。あ、いやいや、もうさっきなんか知らない系の。いや違う違うんですよ。これね、ちょっと変化させていただいて。佐賀の人間はあのマジで呼ぶ子のイカっつったらマジで川太郎一番に上がってくる。これ結構本当に知名度抜群です。だね、嬉しいですよね。嬉しいですね。ロコの赤さんがちょっと調理師が前あのフードあの資格も取られたっていうことがあって、食育アドバイザーを、すごいな、コロナ禍中になんかそういう調理師を目指す ご実家がとかそういう、いや全く和食の道を専攻してたんで、学校時代結構そういう海産物とか大好きっすね。今回どういったものを作るとかそういったの決まってるんですかね。いや、その僕らは今聞いた話なので、イカはマストですよね。ああ、やっぱイカが絡んでこないとですよね。ですよね。呼ぶ子のイカっていうのはね、やっぱ佐賀のものでもあるし、川太郎さんの名物でもあるから、生き作りはまあそれはそれではあるとして、生き作りをねそのまま出すのも難しいですよね。これってコラボ商品ってあれなんですか、その加工品にするイメージなんですか。そうですね。ああ、過去やられたことあるんですか、こういうコラボ商品というか。コラボはないですね。あ、初、長い歴史の中で。はい。加工品は何かありますか、川太郎さん。加工品は一番売れてるのはイカシューマイもずっと。イカシューマイ、いや美味しいからな。これはもう鉄板で、最近ちょっとやりだしたのがイカスミカレーっていうの。おー、美味しそう。川太郎の長い歴史の中で初めてのコラボ商品。既存の商品よりいい案は出るのか。どんなの食べたい。で俺は生き作り。そうだよ、やけど。やけど。それはメインところ食べたい。おも持ち帰りとかで考えると。確かにあの僕一人暮らしなんですけど、はいはいはい、値段的にはだからそんな高いのじゃなくて、その一人前から食べれるような麺とかはいいなと思った。好きやから。自分がね、イカそうめんとかね、よく言うんですよね。イカをそうめんですね。まあ、細く、サイズですね、切って。あれはやっぱ、東北の方とかの、あ、そうなんですね。スルメイカを細く切ったのが、イカそうめん。あ、そもそもそうなんですね。へー。こっちの生き作りとちょっと違うんですよ。じゃあ、ちょっと違う。意見するなよ、お前みたいなやつ。いや、一応来たよ。イカシューマイの中のすり身の部分あるじゃないですか、はいはいはい、そこはそのままで、はい、周りの側の部分を、はい、イカの生き作りの透明イカにして、はい、ピチピチしてる状態を瞬間的にペタペタくっつけて入ってますっていうのを、そしたらもうそのシューマイに周りについているイカが面白い。あ、説明が下手やな。ちょっと絵に描いてもらっていいですか。全然入ってこない。イカスミパスタとかももうよくありますしね。まあでもいいけどな。でもそのイカスミがそうよね。イカスミ自体が川太郎さんの、まあ、呼ぶ子のイカを使ったイカスミとかやったらちょっと引きはあるよな。やっぱアイデアが大事ですね。アイデア。さっきの動くとか良かったです。おお、ほら給料上がるよ俺。お前社員じゃないよ。川太郎さんの社員じゃないよ。まあ案をどんどん出していかないとですね。一人暮らしの人が食べれるとかいうそういうのがいいなっていう感じなんですね。そう。いつも何食べてます。僕はカップラーメン一択。一択。一人暮らし。九州は豚骨ラーメンと白いスープに黒い麺とかが出てくる。ああいい、麺に確かに黒いんだ。それは確かにいい。逆でイカスミ麺ってあるんですよね、そうめんとか。
黒いのがあるんですけど、ーラーメン、ね、イカスミラーメンも多分あるとは思うんですけど、うん、川太郎のっていうところで、はいはい、マジでいいかも。佐賀、まあ、海苔ラーメンとか、海苔そうめん、海苔ですね、海苔パスタ、海苔うどん、海苔そばとかもあるんですよ。乾麺自体に海苔が練り込まれてて、茹でるともう茹で汁自体ももう海苔の、あの海藻の出汁が取れるみたいな。でそれのイカバージョンやったら、そのイカ麺茹でると茹で汁がイカの出汁が出るとか、二度使いです、ね、イカ麺っていうフレーズよかったっすね。あ、イカ麺いいやん。ご飯のお供とかはいいよね。いいね、一人暮らしでも、まあ家庭持ちでも、イカの塩辛に変わる酒でも合うし、ご飯にも合うし、ご飯、そうですね、松浦漬けの中身を口出しても美味しい。あ、イカをさばいて一番のゴミになるのが、この長い触手が2本あるじゃないですか。あ、ありますね。あれとくちばしとイカスミなんです、はい、普段だったら捨てちゃってるような。そうです、そうです。もったいな。くちばし焼き鳥屋とか出ません？あの串に1本プロになってるなんて、はい、あれ大好き。横店の横に大量戦果ってあって、そこのそのくちばしを冷凍したものをまとめて売ってるんですけど、まあ、そんなに履けるわけじゃないんです。はあ、3店舗あるので、そのくちばしとかをちょっと、ね、商品化できたらいいかなっていうのはちょっと思ってるんです。実際の触手とかイカスミとかくちばしとかを店舗さんとかで見せることできますか？これがさばいて捨てる部分ですみたいな。ああ、もう できますよ、それは。横に行ったらもう、こんだけの話、職種たちがです。たっぷりあるんですか。それをやっぱ加工するのが一番いいけどね。本来ね、捨てるものを生かしてる。いや、確かに。たら料金的にも、その、ちょっと落とせるじゃないですか。そうね。いや、ちょっと、すごいことなってるじゃん。正直、ちょっと舐めてたな。いや、でもこれは川太郎さんも本気やったし、それは感じたね。やるしかないよ、これは。やっぱりあと吉本の社員さんの目つきも違ってたもんいつもと、なんかいつもの打ち合わせの目じゃなかった大人が本当に絡んで、大人たちが本気で物事を進めようとしている。まあでも何よりちょっと熱い気持ちがめちゃめちゃ伝わったな、3人のね。そうね。だからちょっとこれは俺らも本気出して、ちょマジで盛り上げよう。これ任命してもらったっていう嬉しさとプラスやっぱ不安さもあるけど、考えよう、いろんなこと。佐賀への恩返しっていう意味もできるからね。それ俺全く同じこと思ってた。それお前卑怯やって全く同じこと思ってた。先に言わな。とにかくちょっと頑張ろう。ああ、気合い入れて。よし、ここに長手が2つついてる。ああ、すごい。ここで炭を取るんです。これが炭？はい、これが炭。あ、炭が。はい、そう、お前。こう、こう。なんで俺この格好な、うん、何があるのかわからんけど、なんか濡れるな。